の堀の森田優香です。最近さ、いろいろやってきたけど、やっぱりスキーは外足でしょ。外足ですね。外足に乗れてないと、こうスキー操作したり、こうコントロールしたりって難しくない？そうだね。あとはいろんなスキー場行って滑り、いろんな人の見ても、うん、外足に乗れてない人やっぱ多い。そうだね。なので今回は外足にフォーカスして、とにかく外足に乗る練習をやっていきたいと思います。おお、外足にフォーカス、フォーカスしていきましょうか。はいはい、じゃあ練習法いっちゃいましょうか。早速ですが、外足に乗るトレーニングはいろいろあると思うけど、今回は2つやっていきたいと思います。2つも教えてくれる？2つもやってみよう。まず1つ目は、まず1つ目はノーストックでいきたいと思います。ノーストック、はい。また難しそうですね。そんなに難しくないと思います。よかったです。はい、じゃあ一つ目のノーストックいきましょう。まず両手を広げます。広げた。はい、一直線。一直線なってます？なってるよね。でそこから外足に乗るタイミングで外手を下げる。でもう常に手はまっすぐなので、外手を下げると内手が上がる、こういう姿勢になると思う。これでやっていきましょう。はい、こうすることによって強制的に外足に乗らざるを得ないよね。これで内足って乗れなくない？乗れない。ということでこれでいきましょう。はい、今のノーストックの意識はとにかく外足に乗ることで、こう腕を強制的にやると頭の位置も必然的に外側になってくるので、そういうのを意識してやってきました。2つ目はストック使っていきましょう。じゃあいくよ。はい、パス。ストックゲット。よし、これさ、アルペンとか競技やってた時、ノーストックでって言われたら結構テンション下がってたくない？嘘、結構ノーストック好きなんだけど。嘘、いつまでノーストックやらされるのみたいな。でじゃあラスト1本だけストック使っていいよみたいな言われて、うん、ラスト1本しかストック使えねえのかよみたいな、すごい思ってたことある。ストック大好き人間だね。2つ目は片足1本スキーです。うわー、難しそう。これもう本当に強制的、外足しか使えません。これでいきましょう。はい、なんかこの時の意識とかありますか？この時の意識は、重心が内側にずれると絶対足ついちゃうので、必ず外足側に寄せることを意識していきます。これターン始動時から、ターン前半入る時から外足に変えて次のターンに入って、始動時は斜面に対して垂直の位置から入って、徐々に板が下に向いてくるじゃん。そしたら外側に乗り込んでいく。最初は中に重心を預けるような感じでしょうか？そうだね。斜面に対して垂直の位置から外側に乗っていくように意識していきます。
んな感じで外足一本で来ました。今綺麗な外足でしたね。はい、この感覚を忘れずに普通のスタンスに戻した時に内側乗っちゃったらこの練習意味なくなっちゃうので、この感覚を忘れずに行きましょう。やっぱりスキーは外足だね。外足大事。これを肝に銘じていきますか。行きましょう。外足に乗りづらい方、ちょっと試してみるといいかなと思います。参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。